教育の、高得点を取られた、塾生の方々に、お話を聞きたいと思います。では、次はですね第7期修了生の N さんにちょっとお話を伺いたいと思います。N さんよろしくお願いします。お願いいたします。N さんは、いつ満点を取られたんでしょうか。初めて満点を取ったのが2020年の9月ですね。ちょっと嘘じゃないことを証明するようにここに持ってきました。お、すごいすごいすごい。それで何回取られてるんですか、満点を。その後、直後で受けた TOEIC では990は取れなくて975だったんですけども、うん、同じ年21年ですねの9月にもう一度満点を取って、すごいな。22年の5月10月に2回受けてどちらも満点を取っています。いやいやいや、何回満点取ってるんですか。今でも4回です。すごいですね。そうですか。 そんなちょっと聞いていいですか。そんな何回も満点取って、なんかちょっと趣味みたいな感じで受けられてるんですか。そうですね、私そもそも満点を取るきっかけに、きっかけとか取ろうと思ったきっかけっていうのが SNS なんですね。Twitter の英語勉強アカウントって結構あるんですけど、うん、そこでもう10回とか20回とかむちゃくちゃ TOEIC の満点取られてる方が、そうなんだ。だって私なんてまだ全然なんですけど、そういった方々の英語力ってどんなもんなんだろうとか、そういった方々が見える景色ってどんなんなのかなっていうのがすごい気になって、じゃあ私も満点を目指してみようかなってそれで思ったんですけど、でも若干趣味みたいなところがあると思います。そうなんですね。試験が嫌じゃないんですね。そうですね、試験のなんかアドレナリンが出る感じというか、楽しいって思いますね。そうですか。最初の満点っていうのはどれぐらい勉強したんですか。しかもどうやって勉強したんですか。そうですね、最初はとにかくどうやったら満点を取れるのかっていうのが分からなかったので、結構手当たり次第パート5対策、文法とか語彙問題の一問一答形式なんですけども、それをとにかく解きまくったりとか、あとは公式問題集を何回もやるっていうような、そうなんですね。それを全部独学でされてたんですね。あ、そうです。そうですか。で、その最初に満点取るまでに何回か受けられてるんですか。あ、そうですね、もう多分それまででも5、6回とか。あ、やっぱり皆さん何回も受けられるんですね。そうですか。で、さっきの、S さんみたいに毎月とか集中的に受けられてっていう感じですか。でもなくて、そう、年に1、2回。でも毎年受けてるみたいな感じでした。あ、そうですか。で、年に1、2回ずつこう毎年受け続けてて、それで、そのうちに満点になったと。そうですね、はい。ただその970点とか980点ぐらいから満点に行くまでがやっぱりすごく辛くて。あ、そう。一番勉強したかなと思います。そうですか。どこが辛かったんですか。やっぱりちょっとリスニングとリーディングそれぞれあるんですけど、私はまずリスニングが苦手で、苦手というか苦手意識がすごく強くて、本番の時にはもう聞き逃してはいけないみたいな緊張感ですごいガチガチになってしまって、多分落ち着いたら聞ける問題もなんかすごい緊張のせいで頭に入ってこなくてみたいな、すごく強かったんですけども、でもじゃあそれを克服するためにしたのが、とにかく全部聞ければ解けるっていう当たり前のことなんですけど、一語一句漏らさずに聞けたら解けるんじゃんと思って、公式問題集のですね、なんか一回解いた後の復習でディクテーションを全部出ました。
ちょっと時間すごいかかるんですけども、全部書き取るっていうことをするようにして、それでこんなに難しいことは言ってないから大丈夫みたいな形に自分をこう、もう今でもそうですけど、教育対策っていうと、もう公式問題集をとにかくやる、復習に時間をかけるっていうのが、このほとんど私の教育弁なんですけど、でもこれはすごい良かったと思います。なんか本番でも、あれだけディクテーションしたから大丈夫だとか、ディクテーションを家でやるときってなんか落ち着いてるので、あの時の精神状態というか、落ち着いた状態で臨んだら絶対聞けるっていう風に、なんかこう自分を持っていけたのかなと思います。あ、そうなんですね。その、あの、どれぐらいの量、分量やったんですか、そのディクテーションって。ディクテーションは、まあ、通常のあの対策本についても、パート2とかパート1とか短い英文に関してはやったし、公式問題集は多分3、4冊ぐらい、まあ、1冊につきに2回問題が入ってるんですけども、文具を全部書き取ったっていう感じです。あ、そうですか。それはあの英語の部分を書いてたんですよね。解説とかは書いてないですよね。あ、大丈夫です、大丈夫です。本当に英語の部分だけ聞いて書いて答え合わせしてっていう。そうですか。それはすごい努力ですね。そうですね。ここまでやんなくても多分いいと思うんですけど、私はとにかくリスニングが苦手だっていう意識が強かったので、大丈夫だとか安心して臨める精神状態に持っていきたかったというのが。そうですか。じゃ あ, あの今リスニングがちょっと弱点だったっていうことをお聞きしたんですけど、他の部分については特に問題もなくですか？リーディングに関して言うと、まあ、でもほとんどの方、私もですけど、リスニングってなんか満点が取りやすいです。だからリーディングの満点と高得点って結構難しくって、やっぱそこをしっかり見ていくと満点に近づくなと思ったんですけども、まあ、TOEIC 満点を何回も取られている方のおっしゃってるアドバイスとか、まあ、その YouTube の対策動画であるとかっていうのを見てると、やっぱり間違いがあるってことは正しく理解できてない、英文をちゃんと読めていないってことに尽きるのであれば、なんでミスしたのか、単純にマークミスとか勘違いとかケアレスミスじゃなくって、本質的にその英文を理解していないってことなので、そこをとにかく読み込み練習をしたりとか、あとはTOEIC 以外の英文の英文記事が私は好きなので、それを読んだりとかっていうことで、とにかくリスニングもリーディングも理解できれば絶対解けるっていうところに尽きるので、リーディングは特に自分が間違えたところをなぜなのかっていうことを突き詰めたりとか、あと英文自体に慣れるようにたくさん精読をするであるとかっていうところがいいかなと思います。そうですか。その間違いの突き止め方っていうのは何か分類するんですか？これは何か読み間違いとかそういった形で、そうですね、本当に勘違いしていたケアレスミス的なものもあれば、そもそも英文の解釈を間違えていたとか、その明らかに引っ掛けようとしてきたところに引っかかってしまったとかいうんですけど、なるほど。なんか文法とかなんかボキャブラリーでは別に苦労はしなかったんですか？そうですね、パート5の対策本を手当たり次第やってた時っていうのもありますし、あと前職で塾講師をしていたんですけども、その時に大学受験対策の英文とか文法もあっての高校生に教えていて、その時に文法の復習を一通りし直したので、土台ができていたのかなと思います。なるほど、そうですか。あれですね、今聞いてると N さんはそのリスニングが苦手だって自覚があり、でそこはちゃんとこうディクテーションっていうところで対策を見つけ、でリーディングもこうその絶対にこう満点を取るためにこう詰めてったっていう感じですけれども、
まあ、そうやって何回も受けてるうちにこう満点が取れるようになってきたっていう感じですかね。そうですね、初めて満点を取った前はおそらく970点ぐらいだったと思うんですけど、うん、そこで今言ったような対策っていうのを多分半年ぐらいかけてやって、うん、で満点を初めて取れた、満点を取ろうと思って勉強して初めてやって取れてみたいな。そうですか。一回満点を取ったら次は取りやすくなります？次も。なんかそう思ってたんですけど、うん、あもういけるとか思ってたんですけど、その次に受けた回では結構ミスして975に落ちちゃったんですね。へえ。一回取っただけじゃダメ、なんか当たり前なんですけど、コツはまだその時掴んでいなかったという。ちょっと私はあの一回はあでもまぐれだったのかもしれないと思って、いや腰を入れて勉強し始めたっていうところが。そうですか。でコツがつかめるようになったら取りやすくなった。そうですそうです。まあ、満点と言っても実は全問正解しなくても190のスコアって。あそうなんだ。出るんですね。私もあそうまだ全問正解はないんです。へえ。だけ全問正解とか、この回はリスニングだけ全問正解とかあるんですけど、多分その時受けた受験者の方のスコアを平均する形で相対化してスコアを出しているので。あそう。だから気持ち的にはまあ全問正解しなくてもまあいける。へえ、それは知らなかった。そうですか。なのでそこで自分の気持ちを落ち着かせつつ、もう一度先ほど言ったような勉強の定理にするとなんとなく、これもいいことなのかちょっと分かんないんですけど、なんかメタ的な視点が出るというか、パート7の問題を読んでるときにこれ多分問題になるだろうなって思ったらやっぱ出されてるなとかいうのがなんとなく出てくるんですよね。そうですか。そんなに何回も、ま、満点取られて、また受けたいと思いますか、それとももういいやと思いますか。あでも毎年受けて1回は満点を取ってそれをキープしていきたいなと。ああなるほど。そうですか。じゃああれですね、これからもその、記録をキープするために受け続けるということですね。そうですね、まあ、あまり意味もないかもしれないんですけど。いや、それがなんか心の支えになるのであればね、ぜひ続けていっていただけたらと思いますけど。うん、そうですか。そしたらまあ、トイックのもうプロみたいな感じですけど、なんかトイックの勉強したいと思ってらっしゃる方になんかこれはっていうおすすめのアドバイスとかがあったらお聞かせください。まずは私の場合は公式問題集をしっかりやり込むっていうのがすごく良かったので、まあ、たくさんトイックの対策本ってあるんですけど、S さんのように自分にぴったりなものが見つかったらもうそれをやるっていうのでいいんですけど、なかなか最初わからないと思うんですね、どれが自分に合うのかっていうのが。なのでやっぱり公式が出している問題集にしっかり取り組んで、復習もしっかりしてっていうところをまず大事にすればいいのかなというのと、あとはやっぱりTOEICのための勉強だけやっているとなんか英語が嫌になってきちゃうとか飽きちゃうとかっていう声も結構聞くので、まあ、やっぱりプラス自分の好きな勉強と組み合わせで気分転換したらいいのかなと。私もTOEICだけやってた期間もまああるんですけども、自分が好きな英文記事を見ていたとか、あとはちょっとあんまり参考にならないんですけど、プロレスが私好きなんですけど、プロレスが新日本プロレスワールドっていうのが月額の動画サービスに入ってまして、でこれ一つのこう試合の放送にこの英語のコメンタリーバージョンもあるんですよ。英語の解説者の人がいて英語でずっと解説してるやつがあるんですけど、それを見て、ちょっと英語の勉強なんだけど楽しんでやるみたいな組み合わせてや
したことで結構あのモチベーションも高くいけたかなと思うんで、まあ、私の場合はそれですけど、海外ドラマでもいいし、洋書でもヨットでもいいし、なんか自分 の, あの好きなことと組み合わせて勉強されると、うんうんうん、モチベーションが続きやすいのかなというふうに思います。あのやっぱり教育のためだけと思うと辛いっていうところがあるし、あとやっぱり私はトイックの勉強を通じて英語力は上がるっていう風に実感、うんうん、しました、うん、あ試験対策でしょとか、うんうんうん、トイック対策ってテクニックでしょみたいなことを言われることもあるんですけど、うんうんうん、やっぱり私先ほどお伝えしたような勉強法を通じて英語力そのものが上がったから満点を取れたっていう風に思ってますし、満点を取る前と1回取った後で数回取った後では結構自分の英語力とか理解力が違うなっていう風には思っているので、教育弁って別に英語勉強と独立してるわけじゃなくって、それ自体がやっぱり英語力を上げるものであると思うので、スコアのためだけと思わずに自分の英語力が上がると思って取り組んでいただけるといいかなと、やっぱり真剣に取り組む価値はすごいあるなというふうには思っています。うーん、そうですか。さっきS さんは留学経験が終わりだっていうおっしゃってましたけど、N さんはそういった経験は？私は留学はなくて、最長で1ヶ月弱とか、うん、語学研修みたいなのに参加しただけ。ああそうですか。いやそんな中でね、なんかディクテーションとか自分に合った対策方法を見つけて満点取れるようになったっていうのは素晴らしいですね。そうですか。いやなんか今日はお二人ともすごくためになる話を聞かせていただいてありがとうございました。なんかね、トイックって結構なんかいろんな人が受けてると思うので、そういう勉強の仕方っていうのはあると思うんですよね、やっぱり試験だから。なのでここでこういう話を聞かせていただけたので、これを見てくださってる方にもすごい参考になるのではないかなと思います。お二人とも今日は本当にありがとうございました。まあこれで英語力も高まっていることと思うので、まあ、翻訳塾は終わってしまって卒業されてますけど、お二人とも引き続き翻訳の勉強も続けていただけたらと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。